うちから何かを盗んだ人っていうのは、ある予言の成就の証拠になります。それはキリストによるその最後の日にはもう人が人と争い、もう誰も結婚できないだろうっていう。実際大和民族を率いた天皇家が天照から日本を奪いましたので、そして今日本国はその天皇家大和民族の後継国家なんですよね。まだ返してもらってないんですけど、すでに一度奪われてますので、日本という国を天皇家によって大和民族によって奪われてますので、最後の日あなた方が殺し合い、子孫を残せないっていうことの証拠なんです。その予言の成就はすでに天皇家が決定づけたんですよね。故にキリストの最後の予言を成就します。あなた方は互いに殺し合い、奪い合い、憎しみ合い、そして最後あなた方は誰一人残らないであろう。その残らない方式、やり方というのは、あなた方が互いに殺し合うという方式が天皇家の登場により決定したわけです。